神戸の冬の風物詩として広く親しまれている神戸ルミナリエ。その暖かくも荘厳な輝きが冬の神戸を優しく照らします。20回目となる2014年、12日間の期間中344万人もの人々が訪れました。素晴らしいね、すごいね。いいですね、非常に、いやもうとても素敵で家族大変喜んでます。震災からもう20年も経ったんやなって、もうねちょっと記憶も薄れかけてしまってますけど、20年って節目やなって思って今日来ました。神戸ルミナリエは阪神淡路大震災の犠牲者の鎮魂と町の復興と再生を願って震災の年の12月に始まりました。以来毎年行われています。20回目となる2014年、人々は神戸ルミナリエの光に何を思うのでしょうか。20年ってね、あっという間と思うんですけどね、やっぱり長い。ああ、よくここまで整備されたかなと思うんやけどね。しかし記憶の中がね、昔の光景があまり出てこないんですわ。長田の焼けた跡とか、この三宮のビルがみんな傾いてるのがね、あまり変わりすぎて昔のその震災の時の形がなかなか思い出さない。ちょっと悪いかなみんなにな。でもやっぱり最初の時も来たので、家族で子供とかと一緒に、その時はやっぱりすごい感激しました。これを見て勇気づけられたっていうか、やっぱり初めてこれ見た時はね、やっぱりこんなこれでなんか光が出てくるのかなと思いましたね、神戸に。会場の一角で来場者に募金を呼びかける学生ボランティアの姿がありました。震災の、復興の灯火ということもありますので、今後も継続してこのルミナリエを開催したいと私も思っております。ですので募金活動にご協力いただけたらなと思っております。この付近に住んでおりまして、ずっとこの神戸ルミナリエに通ってたんですけど、やはり私20歳なんですけど、20歳になりまして、神戸に住む者として何か手伝いたいなと思ったので、このような活動に参加させていただきました。少しでも力になれたらいいなと思って参加しました。震災があった年は僕はお母さんはすごい苦労したって聞いたんで、お母さんにすごい今感謝してますし、やっぱり来年もこういう機会があったら参加したいと思ってます。またさまざまな自然災害の被災地域との交流を深める絆と交流のゾーンでは、学生たちが東日本大震災の被災地東北石巻の支援活動に取り組んでいました。こちらの方に今いろいろかかってるんですけど、プラスチックのトゥギャザーマンという人型の、板に、東北への思いを書いてもらうんですね。また字の書けないお子様にも絵など書いていただいて、あちらの方々に元気の出るようなものを書いていただき、あちらの方にエールやこちらはこんな感じだよというのを送っていただき、あちらの方々にも逆に神戸の方々のメッセージを書いていただいて、お互いにこう絆を深め合おうというプロジェクトなんです。東北の人が頑張っているんだなと思う気持ちで書きました。そうですね、今最近やっぱり年も少し経ったということで、いろいろと私たちの中で忘れかけてるっていうこともあると思うんですけど、こういう機会を大切にして日々の暮らしの中で東北のこととか考えていって、こう応援していければいいなと思います。これからもこういうメッセージのやり取りっていうのはすごい必要だと思いますし、私たちもできることがあればそれ手助けしていきたいなっていう思いがあります。トゥギャザーマンもやはり神戸と石巻というか東北をつないで、震災を忘れないように
今後つながっていこうということでですね、活動しております。お互いやっぱり震災でつながった縁でもありますし、お互い忘れずにこうした災害をですね、風化しないような取り組みができればなと、ぜひね、これは続けてずっと神戸とつながりを持ちつつ、また今度大きな災害が起きた時にはお互い手を取り合ってですね、助け合いができればなというふうに考えております。復興への長い道のりを越え、人々はこれからの神戸に何を願うのでしょうか。もうこのままこのまま平和を発信していける年になったらいいなと思います。もっともっと神戸の方明るくなると思いますし、いろんなところから来ていただく方に神戸の良さをもっと伝えて、それで伝わっていったらいいなと思います。あの時皆さんが助け合ってものすごく絆が深まったというか、大変だったけれどもみんなで頑張ったということは忘れずに、これからも大変なことがあっても頑張っていこうと思っていければいいなと思います。やっぱり体験した人にしかわからないところがあると思うので、そこをやっぱりね、復興したからって喜ぶんではなくって、伝えていけたらなと思います。いよいよ2014年神戸ルミナリエの最終日、消灯式に臨む儀礼隊の中に板敷さんの姿がありました。板敷さんも阪神淡路大震災で被災した一人です。やっぱり最初やっぱり転倒した時はきらびやかな感じで、すごい楽しい雰囲気で始まるんですけれども、最後の消灯式を迎えるにあたって、やっぱりこれは鎮魂の、はい、ルミナリエであるというのをもう再認識させられると、はい、思ってます。まあ、儀礼隊の方は、限られた人数で、はい、選抜で、されておりますので、我々皆さんの代表から、神戸の亡くなられた被災された方々、はい、その方々に対して、神戸はこれぐらいここまで元気になりましたよという思いを込めて、最後の鎮魂の場を迎えたいと思います。阪神淡路大震災の犠牲者の人に対し敬礼。震災の痛みを乗り越え、人々の希望を支えてきた神戸ルミナリエ。忘れることのない灯火とともに、神戸の未来を優しく包みます。